はい、こんにちは。ビアーセルブズ代表の西村です。僕はもうかれこれ3年ぐらいブログ書いてるんですけど、まあ、その中でね、こう、たまに質問されるのが、こう、ネタがないからブログ書けないとかね、ネタがあるから書けるとか、こう、ネタ探しをどうしてるんですかみたいな感じですね。なんかそういう質問を受けることがたまにあります。で、まあ、ブログに関する集まり、セミナーとかに行ってもね、やっぱそういう話題が出るんで、こうやっぱネタを探すっていうことがこう結構大変なんだなっていう。まあそういう印象がありますね。で、僕の場合で言うと、なんかあんまりネタを探してるとかそういう感じは、まああるんですけど、ないですかね。なっていうかこう、ネタがあるから始めるってやると、ネタ探しをしなきゃ始まらないんですよね。だから、ネタを探す意識でいると、まあいろいろ出てくるんですけど、そういう意識でいるとうまくいかないっていうかね。なんかだから僕がお勧めしてるのはまず始めてみることっていうふうに言ってます。例えばこれ僕動画撮影してますけど、これもね、こうネタ決めてから始めてるかっていうとね、そうじゃないことも結構あります。なんかもうね、いきなり録画ボタン押して、録画始めちゃうんですよ。で、はい、こんにちは。ビーアーセルブズ代表の西村ですって始めてると、こうなんかあのこと話そうかなみたいなの出てくるんですね。結構友達との会話とかもそうじゃないですか。なんかネタがあるから喋ってやろうって思わずに、話してるうちにこうなんか出てくるみたいなね。そういうことはあると思うんですよ。だから僕もこの動画撮影って必ずしもネタがあるから話すっていうわけじゃないなと。最近撮ったやつで言うと、そのブログ合宿のことで、こう、こんなことありましたって、こう、思い出しながら喋ってるうちに、あ、そういえばこれってなんかノウハウになるなとかね、あ、こういうネタがあったな、みたいな感じで、こう、最近あったことを喋ってるだけで、なんかそういえばこういうこと話せるなっていうのが出てくるわけですね。だから、その撮れちゃうわけですよ、動画がね。これってだからネタがあるから始めてるわけじゃなくて、日常的なことをやってるうちになんかネタが出てくるような感じですね。だから始めたからネタが出てくるっていう、そういうパラダイムになります。ね。で、僕がブログを書くときにお勧めしてるのは、こう、まず書いてみること。書き始めてみることをお勧めしてます。例えばこう、僕今このウェブカメラを見ながらね、こう喋ってるんですけど、このカメラがこうね、なんかレンズがまん丸だとか、こう、青い光が出てるなとか、なんかバッファローって書いてるとか、こう三脚で立ってるとか、ケーブルがこう伸びてるとか、なんかそういうのをね、こう、まずは打ち始めるんですよ。見たまま、見えたまま、感じたまま、思ったままのことを、ただひたすらキーを書いていくんですね。キーを打ってね。そのうちに、あ、そういえば、青い光ったらなんかあったなとかね、こう、なんか三脚といえばとか、まん丸いレンズといえばみたいな感じでこう、なんか、ポロって出てくるんですね。だからそういうのがすごく大事だなって僕は思ってます。なんで本当にネタがないんだったら、まず目の前にあるものをとにかく描写するとか観察するとか、で、なんかとにかく打ってるうちになんかネタが出てくるから、そうやって記事書けばいいなと思ってます。ね。本当この動画撮りも、こう、本当始めてみてから、こう、録画ってボタンを押してから始めてるってこと結構あるんですよ。でも、ほとんどがもう一発撮りで上げられちゃうような感じですね。一発撮りで上げちゃおうって思ってるっていうのが僕はあるんですけど、そんな感じでこう、始めてみるうちになんかものになるような形。なんかそういう感覚って持ってるとすごくいいなと思います。なんかね、どうしてもね、ネタがあるから始めようとか、〇〇があるから始めようとか、〇〇がないからできないみたいな、そっちの方にね、囚われちゃうんですけど、やってるうちにできるっていう感覚って言えばいいんですかね。まず始めているうちにうまくいくみたいな感じでね。だからそういうパラダイムも、そういう考え方も自分の中で持っていれば、こういろんなことがね、やりやすくなると思いますんでね。ぜひこう、まず始めてみるっていうのを実践してみてください。